皆様こんにちは、ゆめのです。かなり久しぶりなんですが、お金の仕分けをねしていこうと思います。それでは始めていきます。はい、今日ね思いっきり土曜日当日に撮ってるんですけど、ちょっとね初なんじゃないかっていう、このいつものねお金の仕分けファイルなんですけど、すごいことになっているので、まずそこから行こうと思います。はい、もうねまさかのまさかのね、愛犬のところに460円以外からというね、事態になってまして、本当はね、愛犬のところに少しだけお金が残る予定だったんですよ。っていうのもね、2ヶ月で1ヶ月分の現金しか使わなかったんですけど、今日ね、愛犬がトリミングで、で、ついでにご飯も買ったんですけど、ご飯がすごい値上がりをしていて、もしかしたら、お金多くかかるかもと思って、ここの、急な時用の1万円を持って行ったんですけど、ご飯がですね、1袋あたり900円の値上がりをしちゃっていて、もう1万2000円くらいになっちゃったんですよ。だからその1万円も今崩れてる状態なので、空っぽです。で、ちなみにここにいつもみたいにお金下ろしてるんですけど、急な時用を下ろしていないので、ちょっとね、ここが今日は空白で終わる予定です。はい。そんな感じでね、もう、空っぽなので、どんどん詰めていこうと思います。今、お財布もね、整理したかったんですけど、午後にね、愛犬を迎えに行って、またお金を支払ってっていうことがあるのと、一応毎回無料にはなるんですけど、先生が触ってくれて、なんかあったらっていうことも考えられるので、その時にまたお金がいるかもしれないので、ちょっと今日はね、お財布の整理はなしです。はい、ひたすらお金を仕分けしていきます。でね、もういつも通り、ゆうちょ銀行なんですけど、ゆうちょ銀行が1000円札にするのはね、良かったんですけど、最近手数料かかるんですよね。って感じで下ろしております。仕分け方は変わっていないんですよね。はい、お金はですね、3万5千円下ろしてます。これはもういつも通りです。本当はね、急な時用の1万円が必要だったんですけど、ちょっと予想外の展開になっちゃったので、またその急な時用1万円は、下ろしておいて入れておきます。これを分けていくんですけど、もうね、本当に前と変わらなくって、このまず5千円は、お家に入れるお金になります。では、この100均の封筒で、お家に5千円入れるので、5000円ですね。ここにね、いつもメッセージを書いて渡しております。これは母に渡します。で、もうね、あとはひたすら分けていきます。多分ね、現金本当に使わなくなっちゃって、パーツ屋さんもね、なくなっちゃったので、本当に使わないと思うんですけど、一周を1000円にするのはちょっと不安なので、もう振り分けは一応変わらず、1週間2000円で振り分けていきます。100均もね、最近楽天ポイントが使えたりするので、100均でも現金を使わないし、ドラッグストアがねキャッシュレス決済対応していないんですよ。私毎月白髪染めを買うんですけど、白髪染めとか、あとはまあ生理用品とかもね、ドラッグストアで買ってるんですけど、それをね現金で買っていて、キャッシュレスのお店がちょっと遠いんですよ、家から。だからもう近いし、その現金しか使えないんですけど、そこのお店ね、基本的に安いので、もう生理用品とか鎮痛剤とか、あと一年中ビタミン B の製剤は飲んでるので、それの3つはね、絶対買うんですよ。あとワセリンも買うんですけど、ワセリンはね、アマゾンが安い時はアマゾンで買うんですけど、病院は5000円入れておきます。ちょっと病院はね、更新とかがない時はもう5000円かからないんですけど、この病院の費用から鎮痛剤とかも買うので、これはね5000円入れておきます。生活費も5000円です。ここからね、生理用品とかお化粧品とかほぼ買わないんですけど、もうお化粧品買うとしたら楽天でスキンケアのもの買うくらいなんですけど、まあ一応ね生活費も5000円入れておきます。なので、まあいわゆるお小遣いとして自由に使えるお金は1万5000円ですね。現金は。はい。病院は医療費です。で、このね、大金の1万円。これはね、愛犬です。愛犬が一番お金持ちです。こんな感じでね、もうここ、急な時用も積み立てもゼロなんですけど、どうしようかなと思ったんですよ。空っぽの状態ってどうなのと思ったんですけど、まあそういう風景を
一度も移したことがなかったのと、私も初だったんですよ、全部空っていうのが。まあね、ちょっと記念にと思って。大変ですよね、急な時用が空になるってどういうことって話なんですけど、まあね、こんな感じです。とこれが3月の予算になります。今日ね、愛犬のカットが終わって帰ってきたら、積み立てのところに愛犬のお金の余りというより、その急な時用に使ったお金の余りをこっちに入れようと思います。はい。愛犬のところは一旦リセットですね。で、ここはまた下ろして1万円を入れて、で、まあ、今月あと日月カートあるんですけど、特に現金を使う予定はないので、多分ね、ここが少し多くなるかなとは思うんですが、まあ、ちょっとね、空っぽっていうね。そうですね。まあ、現金をね、使う機会がないのがいいのか悪いのかといったら謎なんですけれども、あんまり本当に最近特に物欲がね、ハンドメイドの材料を買う以外の物欲っていうのが本当になくって、この間ね、ダイソーでちょっと撮影の小物とかね、あと背景に使うシートとかをね、買ったんですけど、その時も楽天ポイントで支払ったりしていて、キャッシュレスといっても、なんだろう、チャージするタイプのキャッシュレスっていうのは実は使ったことがないんですよ。ポイントを消費する系のものは結構使うんですけど、それだとね、現金が減るわけじゃないので、あと、その楽天ポイントって結構期限切れちゃったらもったいないので、なんかこまめに使うようにしてて、なのでまあでも、かといって、まあダイソーで使うぐらいなんですよね。私が行くお店ってもうダイソー、ドラッグストアになっちゃいますね。パーツ屋さんがもう行くことがないので、もうその二つ以外行くとこないんじゃないかっていう悲しい感じなんですけど、ユニクロとかもね、行きたいんですけど、大体デニムとか丈長めがないので買えないんですよね。もうネットで買った方が早いんですよね。だからユニクロも行かない、GU も行かないですね。私本当にね、お店行かないんですよね。最近本当に、もはやパーツも店頭で買えなくなっちゃったので、まあ、ちょっと遠くに行った時にね、パーツ屋さんあったら行こうかなと思うんですけど、なかなかこれからさらに遠くに行くのが減るかなっていう感じなので、本当に現金をね、これ多分またこのお金が2ヶ月使うんじゃないかって思うんですけど、ちょっとね、愛犬のお金がまた来月からちょっと計算し直さないと、ちょっとね、かかるお金が増えるんですよね。あと現金ではないんですけど、保険料もね、愛犬の保険料も、もう10歳が来るので、来月からちょっと値上がりをするので、まあね、ちょっと愛犬予算を計算し直して、私の1ヶ月のお金をね、考えないとなぁと思っております。はい、そんな感じで、めちゃくちゃ久しぶりの、まあね、お給料日じゃないので、お給料日ルーティーンではないんですが、お金の仕分けをしましたね。この中身空っぽっていうね、初ですね。使い切ったというより、ギリギリ助かったけど空っぽになっちゃったっていうね。あと急な時の1万円がなかったら、今日愛犬のご飯が変えていなかったっていうくらい空っぽになるまでほっといたっていう。本当にね、空っぽになる前にお金を下ろしに行きましょうよって話なんですけど、まあ下ろしておいたんでね、なんとかなりました。そんな感じでちょっとね、バタバタな感じのお金の仕分けにはなったんですけれども、これからはね、毎月きちんと予算をちょっと考え直してお金の仕分けをねしていきたいなと思っております。もうさらにね、節約をしていきたいなと実は考えてまして、いわゆるここのお金ですね。なんだろう、こう、ハンドメイドとかお仕事関連じゃないお金をね、もっと節約していきたいなって思っているんですけれども、今でも結構使ってない方だとは言われるんですよね。まあ、2ヶ月でだいたい3万円の現金しか使っていない決算になるので、1月2月とこの中身だけだったので、まあ、そう考えると使ってはいないんですけど、でもね、ハンドメイドの方に回せるよう節約をしていこうと思います。はい、そんな感じで本日の動画はこのあたりで終わりにしようかと思います。いつも最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。